はい、皆さんこんにちは。フラン先輩も、無事なんとかバトルフィールド参戦いたしました。パソコンの OS を初期化するという荒用事だったけどな。そして今回、ゲストはゆっくりアトムさんです。知ってる方も多いと思いますが、この人の正体は動画詳細参照ということで。どうも、魔王です。おい、この人魔王とか自称するキャラだっけか？私の中のイメージだからね、仕方ないね。今回はこのでっかいアンテナのステージで戦うんですが、あんまりここ好きじゃないんですよね。スナイパーだらけだしな。砂もしくは工兵しかいないんじゃないかってぐらいですよね。そんな私は突撃兵。ちなみに、今回が出撃にもなります。私もほぼ初出撃だな。おう、可愛がってやるぜニュービーども。で、今何してんの？ガンシップとかいうでかい的が飛んでたんで、どんな感じかなぁと乗ってみてたんですよね。体験試乗会です。下から見たらめっちゃ煙吹いてるぞ。墜落仕掛けですねー。このガンシップは司令官が要請できるんですが、C 拠点を取ってるチームのみが呼べるんですよね。で、ここ C 以外はガンシップで攻撃できるんで、屋根が少ないんですねー。そうなんですよね。だから結構 C 周辺が激戦区になりやすいですね。で、そのガンシップで何人キルできたんだ？あれ、弾の出るリス地点だから、お察しですね。というか、最近工兵と援護兵を主にやってるんですけどね、後ろから、バレないように近づいて射程に入ったら、こんな感じで全速力で離脱される不具合が多発してまして。あ、それ仕様です。C4 も爆発範囲狭くなって、兵器に対しては接着しないとかなり微妙。対人に対しては、相変わらずの殺傷力だよな。キアさんマジ最強の兵士だから。あ、霊夢さん。はい、なんでしょう。さっさとダメ食らってくれませんか？早く回復パック巻いて、経験値稼ぎたいです。おう、私も準備できてるぞ。もしかして、私経験値発生装置？ち。死んだら回復パックで稼げないじゃないか。私は蘇生できるんで、どんどん死んでください。あ、それ得意です。てか、今作除細動機弱体化されました？あ、それ蘇生ボタン長押しでチャージして使うんですよ。弱体化といえば弱体化ですね。おかげさまで、蘇生中が減って、前ほど蘇生してもらえなくなりましたね。逆に今作の蘇生中は、チャージ知らない人多くて、無茶蘇生足す体力20復活で前作以上の脅威と化してるな。蘇生しない方がいいんですかね？蘇生可能時間も、なんか短縮された気がしますし、悠長にスリスリチャージしてたら、味方が五輪銃とかも TPO に合わせて蘇生方法を選ばないとですね。20蘇生じゃないと間に合わないときは回復パック巻くとポイント的にも体力的にもいい感じです。なるほど、最後までチョコぎっしりって感じですね。あー、おやつの話でしたか。あれ、おやつの話だっけ？トッポの話でしょ。あー、なんかそんな感じだった気がするわ。トッポといえばポッキーの日のツイッターすごかったですね。私はバルス祭りに参加して満足しちゃったんで、ポッキーは参加してないです。日本人でネットやってる人ってそういうバカ騒ぎ好きだよな。お祭り民族としての気が騒ぐんですよ。お祭りといえば、ニコニコゲーマスどうするんですか？ああ、私はもうゴースト引退したんで出ないです。引退早。この前、大騒ぎして暴れて、眺めるのに苦労したわ。で、デディケートサーバー来たら神ゲーになりますって。まあ、バトルフィールドはバトルフィールドでバグだらけですけどね。最近のマルチプレイゲームは、どれも有料ベータ状態だしな。まあ、我慢するしかないんですかね。まあ、文句言いながらプレイしてるんだから、器用にとっていい客ですよね。私たち、都合のいい客とも言うな。うん、エコーからの敵が止まりませんね。私もサブマシンガンの弾が切れそうだわ。てか、その距離で戦うならカービンの方がいいんじゃないか？そうみたいですね。敵の工兵の装備見ててもカービンだらけです。アサルトライフルとカービンは使い勝手いいですって。うわぁ。おぉ、アトムさん突っ込んでった。勇者だな。さすが、打ち合い強い人はやることが違うな。ちょっと、ドライバーの人無茶ですって逃げましょうよ。あ、戦車爆散した。うわ、さすがにこれはない無理だって。しかし、まだ死なない魔王。どっちかというと、安全圏からちょっかい出してる霊夢が死にかけてんのな。私の動きって、相当狙いやすいのか、よっぽど目立つのか、どっちなんですかね。両方でしょうね。立ち回りというか、どこに体隠したものか。現状、割と360度敵がいるもんな。ちゃっちゃと拠点の中に入った方が安全かな。あ、拠点内割と今安全ですよ。うわ、この魔王まだ生きてる。うまい奴の言うことなんて信じられるか。私は外の敵を配布、ハイサイヤーサイ。ほら、バカなことしてないで起きろ。もう信じれるのはフラン先輩だけっす。俺、フラン先輩についていくっす。マジ尊敬するっす。あ、やば。隠れないと。どうして後ろにいた私を先に狙うんですかね。坂道を登り、1エネルギーをため、それを一気に解き放ち、運動エネルギーを乗せた砲弾を今発射する。グラセフの話ですか？いや、BF でも確かあったはず。聞いたことあるようなないような。多分、物知りな視聴者さんが今教えてくれてると思います。てか、チャーリー攻撃されてるのか？すぐそっちに湧くんで、先に防衛しててください。じゃあ、地雷巻いて敵の兵器に備えますね。地雷優秀だよな。なんか、BF 不応は車両の通り道が結構固定されてますよね。
そうですね、なんか道に沿って走ってる車両が前作以上に多いイメージはありますね。拠点の入り口とか、拠点と拠点をつなぐ主要な道に巻いておいたら、結構踏んでくれますね。まあ、巻いたのを忘れた頃にですけど、何もしてないのに、車両無力化とか出て、一瞬、何事かと考えちゃう。踏んでしまった奴のためにも、巻いたのぐらい覚えておけよ。相変わらず、無駄な距離狙ってますね。死にかけの敵にかすらないかなと、ハイエナ根性座ってんな。そんなことばっかしてっから、すぐ弾切れるんだってば。この前二人で喧嘩してましたもんね。いや、あいつが悪いんだって。あん？あまりにもくだらなかったんで、真面目に聞いてなかったんですけど、結局何でしたっけ？霊夢のやつが私の獲物横取りばっかりするんだよ。助けてやってるんだよ、チームプレイを知らんのか。こっちが体張って十何発も撃って、敵の体力削ったのに、サプレッサ銃で、影からとどめだけパスパスしやがって。霊夢さんサプレッサ銃好きですもんね。別に確定キルアシストと、分体アシストで100点以上入るからいいじゃないですか。キッパーン、確定キルアシストが90点近く入ってるのが余計に腹立つんだって。プークスクス、爪が甘いんですよ。キー、あー、なんだやんのか？ほんと、仲いいのはいいんですけど、ちゃっちゃと C 拠点に潜入してる敵を見つけてくださいよ。さっきからどこからともなくパスパスされてるんですよね。いやいや、あの音はどっちかというとパシパシだろ。いやいや、パスパスでしょ。やんのかーん。もうどっちでもいいよ。霊夢お前、帰ったら覚えてろよ。無事に帰れると思ってるんですかね？て、車両無力か。あ、地雷か、何が引っかかったんですかね？魚がネットにでも引っかかったような言い方ですね。あ、爆散したか。中身は逃げたみたいですね。ただのジープだったみたいだな。乗ってたやつはあそこに隠れてますね。霊夢さん、それどころじゃなくエコーを中心に続々と敵がチャーリーに流れ込んできてます。うわ、ミニマップもひどいことになってる。一体いつの間にこんなことに。あ、だいたいお二人が喧嘩してる間です。ほら、フラン先輩がしょうもないことで突っかかってくるから。まだ言うかこの野郎。もう一周年真面目にやらんかよ。どれら、おう、魔王が切れた。霊夢やばいぞ。サブマシンガン弾切れだけど、私頑張るあるよ。それがなくなってもまだナイフもあるしな。そうだよ。ナイフもなくなったら、バギーで体当たりすればいいしね。そうなる前に武器拾ってください。拾った武器に弾が入ってなかった時の、がっかり感は半端ないよな。極めつけは、援護兵なのに弾薬パックも弾薬箱も装備してないとかね。いやいや、さすがにそれは都市伝説のレベルでしょ。一回だけマジであったから笑えない。スコットだと拾った武器に弾がないのは日常ですけど。うわ、あとさんもやられてる。さすがに年貢の納め時でした。チャーリーは完全に陥落したな。ここは作戦変更。もう一度エコーを攻めて、敵の主戦力をチャーリーから引きずり戻しましょうか。了解しました。同情しますね。頼むから落とすなよ。どんだけヘリ落としたと思ってるんですか。ちょっとやそっとで落ちるかってんですよ。久しぶりにこんなに信用ならないと思う発言に出会いましたね。こいつの場合、落とされるんじゃなくて、勝手に落ちるから困ったもんだよ。実戦での墜落原因、堂々の1位は満身だから。日本人の伝統文化、満身を具現化した饅頭。いやいや、さすがにこのステージは障害物も少ないし、ほんと上質な満身だわ。ただでさえ、今回ヘリが息してないのに。建物の間を逃げ回るのが仕事ですもんね。まあ、輸送ヘリは片道切符のタクシーですし、そんなこんなで、もうすぐエコーですよ。少年より、攻撃機、戻ってくる前に、屋上に降ろします。素早く降りてください。了解です。霊夢さんは、適当にヘリを投棄して、エコーに向かいます。オーケー、着地成功。よし、私も飛ぶ気。いや、さん、マジ、パネー。今回はヘリから飛び降りても、パイロットだと結構ローターに巻き込まれて気あるよな。気あるって何同士みたいにしてるんですか。というか霊夢さんも、ボケてないで早く復帰してください。まあ無事二人とも降ろせたしよしとしましょうか。あの車両が厄介ですね。まあでもなんだかんだ取れそうですね。本来の目的はチャーリーに集結してる敵の主力をこっちに集めてくることだしな。そうですね、適当に暴れておさらばしましょう。霊夢さん、あそこの補正戦闘車壊せますか？ RPG でなんとかなるかな。今回車両ってめちゃめちゃ弱点細かく設定されてる気がする。前回ってもっとアバウトに撃っても効いてましたよね。25ダメージしょっぺー。手持ちの弾と相談しても、やっぱ一人で相手するのはきついですよね。まあ、車両が歩兵一人に簡単にやられてたら、世話ないよな。まあ、そりゃそうですよね。あ、すいません、油断しました。こっからじゃ全然見えないですね。すぐ戻るんで、そこで耐えててください。おう、ゲージが戻るわ戻るわ。そういう作戦だと分かっていても、複雑な気持ちですね。あの歩兵戦闘車壊せないかな。欲張ると死ぬぞ。枠内に死ぬとかやめてくださいね。大丈夫大丈夫、あと1発ぐらいですって。今さら気づいて打ち返しても遅いって。やめて、顔はやめて。ほんとよく死ぬよな。フランさんに湧きます。はい、安全確認 OK です。屋上はヘリがいてヤバいですし、次は2階ですかね。どれぐらいここで粘ります？味方がチャーリー取ってくれるまで粘れればベストでしょうけど。マップ見てる限りではもう少しかかりそうですね。毎回ここの全体マップ見て思うのは、あの左下のブラボーとデルタの間の山が特に重要なポイントでもないけど、
激戦区になるよな。山からちょっかい出してこられると気が散るんですよね。あそこブラボーとデルタを攻撃するのに拠点がよく見えて、しかも地形のデコボコがいい感じに弾よけの遮蔽物になったり自分を隠してくれたりするんで、援護兵と偵察兵がうじゃうじゃいるんですよね。そしてそれを奇襲してかろうとする工兵と突撃兵が、それ結局全員いるじゃねえか。まあでも大体そんな感じですね。そういう理由で私があそこに行ってるんだもん。間違いないですって。お前もかよ。たまに見かけないと思ったら変な場所でキル稼ぎしてるもんな。アタッチとか武器のアンロックがキル依存ですしね。けどチーデスはリッチに迫撃砲打ち込むゲーム結構なお攻めで、こっちは隠れてる場所にロケランぶち込むゲームでしたか。殺気的にぶち込んだツケをそのまま返されるとは。ロケランを対人兵器として使うなよ。ほら落ちてください。いやーすいません、毎度毎度死ぬかと思いましたよ。はい死んだー。はいやっぱり死んだー。もたくさしてるから。まあチャーリー取り返せましたし、作戦は無事成功ですね。そういうことにしておきましょう。ふむ、どうも流れ悪いなー。兵科か武器を変えてみては。さっきからロングレンジにばかり発砲してますし。じゃあ援護兵で行きますね。ライトマンシンガンか。マンシンフルオート射撃、エイム事故のもと。いやいや結構私援護兵練習したんで、ガジェットに関しては、もう C4 まで解放しましたし。お前だけ結構階級も上がってるもんな。私も発売日に買ってはいたんですが、クライアントフリーズやら、オトバグやらで手をつけてなかったんですよね。まあ、ゴーストも発売されてるしいいかと。私はパソコン版動かなかったので、プレステ3版で遊んでましたけど、パソコン版は、ほんと別世界ですね。プレステ3だと乗り物無双なんですけどね。パソコン版は公平の絶対数が。前作は乗り物アディクトだった私が、もう下手くそすぎて笑いも出ない状態でね、輸送ヘリぐらいしか乗ってないですわ。じゃあそんな輸送ヘリもう一回乗りましょうか。でで、もうチャーリー取り返されたのか。また私たちはエコーで工作活動ですか。ボイチャで意思疎通取れる以上、それに見合った行動をしないとですから。操縦分隊長さんだけど大丈夫かな。この分隊長さんだけ野良なんだよな。多分同じこと考えてると思います。多分。いやデルタは敵だらけですね。ここでは下ろしてほしくないですね。お、機種がエコーに向きました。降下準備に入ります。アトムさん、後に続くんで前どうぞ。それではお先に失礼しますね。降下。じゃあ3番レイム行きます。しっかりやってこいよ。おーし、私ももうちょっとでそっちにはレーダー上敵反応。デルタ方面よりエコーへ。うわ追ってか。食い止めます。すみません、先へ進みます。上心に乗るなー。うわー、これはなんてひどいクソエイム。指揮所渡れ。ハイドーン。ハイ、そっちからドーン。あの人エコーの守り手なのかな。あの人の歩兵戦闘車がいるってことは警戒しなくちゃいけませんね。ぐぬぬ、公平で行きますか。倒せるとは思いませんが、威嚇にはなるかと。ちょいちょいひどくない。事実だし。くっそ煽ってきやがる。いいよいいですよいいでしょう。私が華麗にあいつをスクラップにしてやるよ。はい、フランさんいます。礼に入ります。どうも。くっそくっそ、見てろよ見てろよ。お前もお前で暴れすぎなんだよ。どうだ、私の RPG は何か言ったか。いえ何でもありません。知ってた。知ってました。アンチタンクはキルレを帰り見ず戦う誠の BF 兵なんや。ほら真の対戦車兵ならデルタに出撃だぞ。チャーリー、エコーから2両の戦車が接近中です。そのたたす歩兵がすでに展開。続々と後続も来てますね。よーし迎撃しちゃるけんのー。チケット的にもここを守り切ったら勝ちだな。北側1両目戦闘開始。味方の後兵を援護せねば。処理完了。続いて東寄り戦車2両来ます。配置につけー。対戦車専用多い。早く物陰に身を隠さなきゃ。戦車は最高だぜー。ぶつかったらどうするつもりだこの野郎。霊夢さん急いで来ます。くそ、なんか変なバギーのせいで配置につけない。2両共にデルタへ攻撃開始。手前に攻撃始めます。ダンジャーク依然健在。地盤装填行きます。被害拡大。ファイヤー。主力戦車級沈黙。やばい、南側に回り込まれてます。止まれこの野郎。外したぞ。よく狙え。あー、まずい衛星兵の方へ来た。装填完了。さて次は外さないぞこの野郎。着弾確認。機関部損傷あり。足は死にました。とどめです。これで終わりだ。ファイヤー。あ、やったぜ。いや外れてましたよ。ないわー。肝心なところで飛行外すとかないわーって。いつも混合に言ってたの誰でしたっけ。あ、僕もそれ島風ちゃんに言ってるの聞きました。そもそも霊夢さん、その前にも一発外してますしねー。あれー、というか今回ほとんど公平やってたけど車両何両破壊しました。一両。それ次第で無人のジープ壊しただけですよねー。あ、はい。何か申し開きはありますか。カンムスの皆様、大変申し訳ございませんでした。ふむ、霊夢さんはさておきなんとか勝てましたね。早く操作に慣れないといかんな。私もやっと少し慣れてきましたね。私はそろそろ乗り物の解除始めようかなとか。ゴーストもぼちぼちやりましょうね。こっそり練習しておきます。この動画が投稿される頃にはそろそろ月末のプレミアイベント経験値2倍が来る頃ですね。私もそこで少し解除するか。うほ、アトムさん2回目でもうキルレイ聞こえるのか。恐るべし。魔王、ぜひまた一緒に遊びましょう。それでは今回はここまでで、ご視聴ありがとうございました。